はい、皆さんこんにちは、はずきこえです。あいこです。はい、続きましょう、ウィズ A ということで、今日もよろしくお願いしま す。はい、ということで、もうなんか6月終わりですよ。びっくりしますよ、ほんと毎月ほんとこれ言ってますけど、毎月ってね、ね、月1回撮ってるんだけどね。何してたかなと思うね、6月ね。6月あっという間でしたね。まあ、夏至もあったので。まあそうだね。ね、一大イベントもありましたし。そう。で、もうこれで半分終わったってことでしょ？今年ね。今年。2021ね。まあ、半分終わりですよ。ねえ。まあ、前にもね、ちょこっと、そういう話したけど、うん、今年の下半期、うん、これからどうなるかっていう話は、ちょっとまたね、改めて本当にしてみたいと思うんだけど、そうですね、これ結構また山あり谷ありですよ、うん。本当にそうだと思うけど、ただこの夏至がね、乗り越えたことによって、うん、本当にここから、まあそういう意味ではもう絶対加速すると思うんで、ポジティブな方を、まあ、選んだ人っていうか、うん、ポジティブな流れに乗った人はね、これから本当面白いよって、うん、もう僕はすごく思いますね。はい。まあ大丈夫。見てる皆さんみんなそうだから、心配しないで。そうですね。選んでみてくださってるんだ、うん、はい。そうです、ね。もうそれは自信持ってください、ぜひね、うん。うん。はい。ということで、まあ7月なんですけども、はい、7月は数比で見ると3、うん、創造の月。いいです ね。私大好き。ワクワクですよ。うんうん、子供ですから、うん。生み出す、クリエイティブな月ですよね。はい、で、どうやらね、うん、オリンピックも。ないないあるある問題ない、ね、ある。やるんかいみたいな。やっぱりやるんかいみたいな。やるんやっていう。ね。そうみたいです。ね、なんかね、ちょっと僕、東京にいる、友人に聞いたら、はいはい、もうね、やっぱり、ホテル取れないくなってきてるって、やっぱり。そうなんだ。もう海外からも、そうか、まあ、お客さん いらっしゃるから、ね。まあまあ、ほら、まあ、そう、見れるかどうかもよく、まだわかんない、うん、まあ、わかんないけど、なんかやっぱりもう、なんか、イベントチックになってるから。動いてるんですね。もう、なんか動いてるみたいですよ。そうですか。ここからじゃちょっとよくわかりません。わかんないよね。そういう話、ああ、そうか、と思って、もうなんかこう、いろいろ規制も始まったりとかね、その、なんか、車の量をほら、減らすために、なんか、入れない日があるとかね。はいはいはい。そういうのをこう、ほら、前出しでこう、なんか、そういうこう、ほら、現場の、ね、段取りとかがある人は、やっぱり、すごい、本当に切実な問題だから。そうだと思います。急に言われても、ね、感じですし。だから、なんか、もうそういう意味でも、まあまあ、みたいですよ。来ますね。だからもう、ここは、もう、やるんだったら、楽しもうぜ、そうですよね。本当それしかない。そうそう。前から言ってるけどね。好きですから、ね。あ、もう好きです。一番泣くやつやけど。頑張ったみたいな。よし、頑張ったみたいな。ああ、面白い。でもほら、今年ね、時差がないから、日本だからね。そうですよ。いっぱい見れますからね。本当そうだよね。でもね、やっぱりね、アメリカ中心だから、そうよ、放映権は基本アメリカが持ってるから、うんうん、結構ね、決勝種目で、特にアメリカの強い決勝種目とかは夜中に決勝になってたりするらしいですよ。本当ですか？はい。しょうがないのかな？まあ、しょうがない。まあ、わかんないですけどね。うん、で、結局、まあ、今月、だから、その、なんか、6月の夏至を通り越えたことによって、こう、本当にちょっと晴れたでしょって感じなの。うん、そう思います。違う？皆さんと、なんかちょっとこう、なんか、ファーっと晴れたでしょって。うん、なんか、それが7月はすごい反映されるから、うん、まあ、なんか、ワクワクするかどうかをすべて、それで話しましょう。うん、子供心全開で日を思いっきり遊び尽くそうみたいな。いいですね。そういう月ですよ。いいじゃないですか。久しぶりかな、なんか。そうだね。うん。もうなんか、うん、忘れていいんじゃない？いや、忘れてますけど、ね。なんか、コロナ、あーみたいな。ワクナーみたいな。もう忘れていいんじゃない？忘れてますね。うん。もうなんか、僕の世界の中でもうないからね、うん、それ。へぇ、そうなのぐらいとしか言いようがないね。うん。うん。なんか、要は、今月っていうか、7月はね、うん、もう、笑顔と笑いなんですよ。おー。だもう、楽しもうぜ、みたいな。ちょっと盛り上がっちゃおうぜ、みたいな。いや、ちょっとこう、国としてはね、なんかお酒飲んじゃダメよ、みたいな。まだ、なんかまだ、なんかこう、じわーっとこうね、7時まで、みたいな。また7時かよ、みたいな話も。まあ、まあ、置いといて、なんですけど、もうその自分たちでできることで楽しもうぜ、みたいな。遊ぼうぜっていう。楽しもう。そしてね、なんか、まあ、7月の一つのポイントは、同時並行に、やってみるっていう。
一個だけに絞らなくて、面白そうなやついろいろ手出していいよみたいな、その方が進むよと、うん、で結局面白があるだから、もう全部笑いとか笑顔に変えていくっていうのは、ね、うん、すごい大事なポイントなんですよ。シンプルに楽しいですね。そうです、だからそういう意味ではもう7月のこのナショーはもう常にもう笑いを本当ですか、もう笑い、もうとりあえずなんかちょっと新しいネタちょっと用意しておきますよ。わかりました、ついていきます。新しいギャグはなんかあ、なんでねみたいな。え、私もやるんです。あ、もちろんです。はい、もちろんですよ。はい、よろしくお願いしますね。まあポイントとしてはもう正しいかどうかよりも楽しいかどうか、もうこれシンプルにこれでいきましょう。はい、7月はそういう時ですよっていう、うん、ね。で、その中で必ずそのなんか次につながる種が必ず出てくるんですよ、うん、なんかやっぱりこうワクワク心、うん、あ、これちょっと面白そうとか、うん、あ、これちょっとやってみたいとか、あ、これこの人会ってみたいとか、うん、この人と話してみたいとか、うん、そういうことを大事にする、はい、それがこの秋以降にやっぱりすごくつながってくるんじゃないかなと思うんですよね。そういう意味ではやっぱりこう、まあオリンピックっていうね、うん、一大イベントもあるし、うん、それをこうなんだろう、今だとほらね、パブリックビューイングとか難しいから、うん、家で見ようよとか、うん、そうですね、ね、自分の好きな競技とか、うん、そうです、ちょっと集まって盛り上がっちゃうぜみたいなとかも全然ありじゃないかなと、そうですね、ね、うん、思うし、うん、なんかそれに触発されてなんか、うん、我々もやろうぜみたいな。いいですよね。いいんじゃない、なんかこうちょっとこうやったことないけど、ちょっとやり投げとかやってみるみたいな。どっかでするんですよ。よくわかんないけど、現実的ではないですけど、なんかこう棒高跳びしてみるとか。気持ちはね、ちょっとよくわかんない、楽しそうですけど、よくわかんない、なんかフェンシングしてみるみたいな。ちょっとだってオリンピックってさ、本当にその、はい、なんか、うん、競技めちゃくちゃあるでしょ。いや、たくさん知らないのもありますよね。いっぱいありますよ、うん、だからそれがまあ、うん、いわば全部見れるわけじゃん、うんうん、そのね、やっぱりその放映権の問題とかがあるから、うん、海外でやってるとさ、うん、なんかその、うん、なんすかこの競技みたいな感じのやつってあんまり放映されないじゃん。そう、見れない、ねうん、で多分ですよ、うん、あのやっぱりこういうご時世だから、うん、どの競技にも日本人出んじゃないかなと思って。へー、あ、そうか。うん、もちろんあの、オリンピック標準記録とかいろいろあると思うけど、うん、でも、あ、ほら、あんまりさ、競技の人少なかったらさ、寂しいじゃん。そうですよね。まあ、海外から来れない方もね、絶対いらっしゃるからね。じゃあ、なんかとりあえず、こう、うん、あの、行っとくみたいな。なんかそんな軽く言わないでしょ。そんな軽いもんじゃないですね。ごめんなさい。失礼しました。かもしんないけど、うん、でもなんか、そういう意味でのその、ハードルは絶対すごく下がるんじゃないかなと思うんですよ。うんうん、で、それでやっぱり知ってもらうっていうのはすごく大事なことだから、なんか、そのメジャーな競技だけじゃなくて、うんうん、そのマイナーな競技が、おお、これ面白いね、とか、うんうんうん、あ、なんか、あれでしょ、サーフィンとかも、正式種目でしょ、うん、そうですね。違った？え、サーフィン？違ったかな？わかんない。ちょっと待って、わかんない。確かそうだったと思うんだけど。スケボーとかでしょ、今年。え？あ、スケボーも、あ、いや、あるある。でも、サーフィンも確か正式種目になったんじゃないか。違ったかな？ごめんなさい。わかんないけど、うん、なんか、そういうのをさ、ちょっと見てみたいよね。どうやって採点するんだろうとか。そうですね。ね。うん、採点ね、確かに。どう採点するのかなとか、うん、なんかその、やっぱりその採点もそうなんだけども、うん、そのなんかテクニックの凄さ。うん、見た。やっぱりすげえな、オリンピック選手みたいなやつって絶対あるじゃん。なんかそういうのも、シンプルに見てなんか楽しむっていうのはね、うん、すごいいいんじゃないかなと。いいですよね。思いますよ。うん、はい。なんか、ね。昼間ずっとやってんじゃないのとか。やってますかね。いや、わかんない。どうなんだろう。どんな感じになるんだろう。ね、やっててほしいですけどね。やっててほしいね、うん。だからもう、でっかいテレビ買っちゃった方がいいかもしれないね。本当そうですね。これを機に ね。はい。もうそのなんか 4K のもの、なんかその勇気LA みたいな。60万型みたいな。フットワーク軽く動くこと。はい。ね。うん、まあ、テレビの前にいるのもいいけども、うん、どうせだったらみんなで見ようぜとか、うん、場所変えて見ようぜとか、いうのもいいかもしんないし、うん、じゃあ見るだけじゃなくてやっちゃおうぜとか、いうのもいいかもしんないし、うん、なんかね、もう楽しいことしようぜっていう。何でもいいですか？自分がやりたいこと。そうですよ。何でもいいですか？うん。だからもうなんか、家の中でもオリンピックごっこしてみてもいいかもしれない。そうですね。うん。なんか、ね、多分、お子さんとかね、うん、見たらなんかやりたくなるかもしれないよね。ね、そうですよね。家の中でそれやっちゃうみたいなのも、すごいいいと思いますよ。うんうんうん、あの、僕、本当にそのちっちゃい時ね、
あの、札幌、札幌オリンピックってあの、冬のオリンピックあったじゃないですか。あの、冬のオリンピックとかも知らないし、その僕多分ね、10歳ぐらいだったんじゃないかなっていう気がするんだけど、知らないでしょ、札幌オリンピックとか。知らないですよ。ね、だって生まれてないもんね、絶対。知らないです。はい、生まれてません。そうでしょ、なんか、こう、日の丸飛行隊みたいな、笠谷選手みたいな人が、まあ、知らないからいいけど、出たんだけどね。でその時に、僕らも初めて見たわけよ。ジャンプとかいう競技も全然知らなかったから。あれかっこいいと思って、みんなで真似したもんね。へぇー。ほんとに。ま、真似できないんだけどね。あの、もちろんあの、別に冬じゃないからさ、そのスキーもできないんだけど、なんか、ピッピッピッパーみたいな感じで、こうやって、うわーパシャ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 みたいな感じ。みんなやりましたよ。少年だからですね。そうそうそう。少年の頃ね。だいたい少年はそういうのすぐやるんですよ。影響を受けるから。わかる人はわかる。わからない人は全然わからないけどね。はい、はい、そういうのもあったから、なんかそういうのがまた盛り上がるんじゃないかなと。そうですね。そこからね、別のルートがまた開拓されるかもしれないわけよ。その直接その選手になるとか、そこの競技に関わるっていうのも、もちろんあるとは思うけど、そうじゃなくて、それを機会に誰かと結びつくとか、場所が移るとか、それが宇宙の面白いとこだから。だから、もう必ずしもこれが好きだからこれをやらないといけないっていう話は決してないんだけども、その先にあるものを見つめると、うわ、宇宙こう来るかっていうのはね、絶対面白いことが、こうなんかいっぱい仕掛けられてると思うから、それをね、見つけて楽しむっていうのが7月の波に乗るコツですよ。ワクワクしますね。はい、ポイントですよ。だからもう7月はもうワクワクにしましょうね。ワクワク。はい、ということで、まあ、そんな感じで、はい、はい、楽しんで参りましょう。はい、はい、どうもー。